番集中力が高い時って朝、昼、または夜、どちらですか？仕事をやっている時に集中力のリズムっていうのを掴んで、集中力が高い時に脳をいっぱい使う難しい作業を行うと仕事の効率が上がります。で、人間の中には朝起きたら集中力が高いっていう人もいるし、夜寝る前とか、ね、夜に集中力が上がるっていう人もいます。でもまず自分がどっちのタイプなのかっていうことに知ることによって、自分の脳を使う作業、例えばクリエイティブ、プレゼンを作るとか、論理的に難しいことを考える、コーディングをするなど、そのような作業を自分の集中力が高い時間に行うことによる、そして自分の集中力が低い時間の時にプリンターのインクを変えるとか、ちょっとした予定をスケジュールを確認するとか、そういうふうにフォーカスが必要な作業を集中力が高い時間にすること、そしてフォーカスが低くてもできる作業を集中力が低い時でもできる時間に入れる。例えばお食事の後とかはそうですよね。昼ご飯のランチとちょっとだるい時、インスリンが流れている時などは、そのような効率が低くても大丈夫なような作業をまとめる。ぜひこうやって自分の一日を分けていってみてください。すると本当に自分の効率が少しずつ上がっていくと思います。 Alright, thank you so much for checking out this video, and I'll see you in the next video.